って腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあないの。ほな、ゲームセンターに行くか。ほな、行こか。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやな。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったろやないか。
ほら、取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おな、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな、一度でええからビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金や思って好き勝手してくれるの。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。ほな行こうか。どうぞ。五郎さん、ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店。なんや。ああ。お主。
何やって？言うても二人で来たってしゃあないやろうが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそのような人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか？強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか？ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話してえな。よっ見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行くころやっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか？おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでも言え。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろん。
こんなナンパしたいんやったらダンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。いてもたる。ざっとこんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのをほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなのか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。